今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、委員長から、はい、委員長からもっとメンバーを増やしたいというメールが来まして、うん、微力ながら、はい、こんなメンバーズカードが届きますと、うん、おやめください大村秀明愛知県知事のメンバーカードでございます、はい、うん、今いろんなところで、うんうん、この、うん、おやめください大村秀明愛知県知事 の、うん、その紹介をする街頭演ですとか、うん、はい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 、名古屋の方では署名活動、まあ、署名はまだ行ってない、まだ行ってないと思うんですけど、うんうん、そういった活動されている方がいらっしゃると、お疲れ様です、うんうん、ただなんかそのまあいいのかこれは、うん、言わなくても、いや何ですかちょっと気になったのは、うんうん、その方が、まあ、パッとツイッター見ただけなんですけど、うんうん、いやとてもお疲れ様ですと思うんですけども、うんうん、仲間としてね、うんうん、仲間ですよ、肩組んでますよ思うんですけども、うん、なんか日照期とかを上げていて、いや、うん、これは私たちは今日照期について、うん、いい悪いって、僕は全然日照期かっこいいと思ってます、うん、否定する否定する意図はないが、うん、イメージ戦略として、うん、その日照期を上げることでその近寄りがたくなりますよね。そう、なんていうんだろう、左派、うん、要は反対している人たちが、うんうん、その天皇の肖像を燃やしたとかっていう問題じゃなくて、うん、左と右の対立ね、うんうん、って見られてしまうのを、うんうん、恐れるものですと、うんうん、日照期は私は全然賛成派、うん、賛成っていうかなんで否定されてるかがわからないんですけどもうんうん、うん、ただイメージ的にそれはあんまりちょっと怖いイメージ、うん、今回本当に、うん、愛知県名古屋市住んでるんですけども、うんうん、全く自分が掘りに行かないと、うん、この活動は上がってこない、うんうん、っていう現状なんですよね。どこでも見ないですもん、ね、どこでも見ないです本当に、うん、掘りに行かないと見ないっていう現状で、うん、その街中で、うん、その日照期とかを見ると、うん、左と右っていう対立で見られると、うんうん、いけないんじゃないかと、うん、天皇の肖像画を燃やすっていう、うんうんうん、そのあとは例えば、戦争で亡くなられた方々の墓を、うん、愚かな日本人の墓として、うんうん、挙げていたのが、うん、まあ、トリエンナーレなんですけども、うんうん、それってその表現の自由とかの問題じゃなくて、うん、そもそも基本的人権にも抵触するんじゃないか、うんうん、死者の冒涜っていうのも、うんうん、あるサイトを見ると、うん、基本的人権に抵触しますと、うん、要は子孫がいるわけですからね、うんうん、まあそうですよね。だからこの人たちがその基本的人権を、うんうん、犯されたと思えば、うん、それはもう罪になるんです、うんうん、ってことは、うん、今回のこの大村秀明、うん、愛知県知事がやられた愛知トリエンナーレ の、うん、その天皇の肖像をガスバーナーで燃やして踏むとか、うんうんうん、そのお墓を愚かな日本人の墓とするのは基本的人権にも抵触する。うんうん、でそれを良しとしている大村秀明愛知県知事と、うん、まあ、愛知県議会もそうですよね、賛成、要は、リコールに対して誰も賛成していない、うん、っていうことはみんな OK だと思って、うん、っていう考えでいいんですよね、多分。と思ってるかどうかは分かんないですけど、はい、OK なんですねって聞きたいですよね。そうで、まあ、気になるのが、うん、政治家ってなんかまあ、そういうものだけじゃなくて自分の立場とかそういったところを考えて行動するじゃないですか。はいはいはい、はい、なのでそういう打算的な活動行動で賛成しないとかっていう可能性もかなり高いじゃないですか。でも、うん、今回気になることとしましては、うん、まず一つが、うん、まあ、前回の選挙で、はい、愛知県知事選、うんうん、大村さんと、うん、対抗の人が共産党の人だったんです、うんうん、二者択一、うんうん、で、まあ、大村さんでしたと、うんうん、敵は、まあ、共産党の人、うんうん、で今回この大村県知事リコールの問題、うんうん、いわばじゃあこの共産党の人って、うん、まあ、敵だったわけですよね、うん、ところがですね、うん、
愛知共産党愛知県委員会は、うんうん、この大村勝さんのリコールに対して反対してるんです、うんうん、リコールはしない、リコールするなと、するなと、で、うん、慰安婦像を置いてリコール反対っていう声を上げてる、大村さんでいいじゃんって、うんうんうん、でもこの人たち前の時にですね、うん、大村県知事のことを認めないって言ってた人たちが急に今回これになって、大村県知事を支持している共産党の人たちが、まあ共産党っていうとまあつながりはないのかもしれないんですけども、まあどうしてもなんかこのかの赤い国があの連想されますよね。あの今ウイグルの女性の強制的に不妊治療をしたりとか、今だと香港じゃないですか、まあ、香港もそうですね。 あと、うん、モンゴル、うんうん、で要は今モンゴル語を廃絶しようとしている、うん、モンゴル、ああモンゴル、ね、いや内モンゴルとモンゴルがあって、うんうんうん、もう内モンゴルではすでに、うんうんうん、もうモンゴル語を教えちゃダメになってるんです、うんうん、多分北京語なのかな、そうなると、うんうん、北京語です、うんうん、でそれが今要は言葉の問題でもモンゴル語を消そうとしているとか、ウイグルの人たちを消そうとしているっていう中で、ちょっときな臭いのが愛知医療ツーリズム研究会、要は臓器移植の問題で、臓器移植ビジネスとして愛知県と中国が深いつながりがあるんじゃないかと、うん、と、まあ、ツイッターで、うん、あの虎ノ門ニュースとかなんかでもよく挙げられるワードなんですけども、うんうん、あの日本でなかなかできない臓器移植が1ヶ月で受けれる、うんうんうん、それはなぜなら、まあ、政治犯の生きた人たちが、うんうん、なんて言われますよね、言われますよねと、うんうんうん、で共産党も支持する大村県知事、うん、で愛知県もなんかその赤っぽい、だんだん赤く染まってんじゃねえかなんてね、怖い怖い感じが今しておりますと、うんうん、全くテレビではやらない、なんかまあ愛知県がっていうか愛知県では全く話題になってないんで、全く、はい、話題になってないですね、全くなってないんですよね。なのでその思想が愛知県に広がってることはないと思うんですよ。思想っていうのはその政治思想、家族に、どうなんでしょうかね、母国で、うん、あの8月から、うん、リコール活動に向けて動き出しますよ、うんうん、っていう時に大村県知事がやったのが、うん、緊急事態宣言ですよ、うんうん、あの中身の何もない中身は、ね、中身が何もない、何もないですよね、何もない、その3密を避けましょうとか、うん、今まで通りじゃないですか、今まで通りの話を緊急事態宣言、うん、って言っただけ、出すみたいな、うんうん、安倍首相は緊急事態宣言を出さないように、出さないようにって、うん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 、経済止まっちゃうからね、うんうん、って動いている中、うん、真っ先に、うん、まあそれ反省したんですかね、前の時に、うんうん、その北海道が出して、うん、大阪が出して、東京が出して、うん、置いてかれて後から出すみたいな、後出しみたいなこと言われて、でも今回も岐阜が出して三重が出してみたいなやばいぞ、そろそろ出しとかないとみたいな、で中身のないものを出し、うん、あとその腹が立つのが、うん、まあ、YouTube 見てるじゃないですか、うんうん、まあ、私が何て言うんだろう、この高須委員長、はいはい、うん、イエス高須、うん、応援して、うん、要は大村県知事って探すからか、うん、やたらその YouTube の CM でやたら出てくるんですよ。何が出てくるんですか？大村県知事が、うん、その夏の活動、うん、なんか夏のコロナ対策みたいな、うんうん、要は水をこまめに飲みましょうみたいな、3密を避けましょうと、うん、要は熱中症対策とコロナ対策を訴求する CM が流れるんですけども、うん、動画がね、うんうん、さてそれにいくらかかったかいくらですか？それにいくらかかったかというと、うん、
8月1日から8月11日までに、うんうん、YouTube に大村県知事が出演するコマーシャル、うん、とてもタイミングよく流れてますね、うんうん、これはパナエンタープライズに、うん、っていう会社が動画制作会社ですかね、うん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 、1,709万円。あ、その仕事受けたいですね。1,709万円の、うんうん、まあ公費なんでしょうねってこと。まあそうですよね、自費でやらないですよね。自費でやらないですよね、うん、ってことは我々の税金、うん、愛知県民、名古屋市民、うんうんうん、全員の税金を1,709万円使ってぶつけてる、うんうんうん、で今やったらメディアにも露出しています。うん、あのそうアピールがうざいんですよね。でもなかなかこの多分うちの嫁ちゃんにしても、うん、会社でもそのあの主婦の女の子に聞いてみたんですよ、うんうん、知ってると、そんな活動やってるの、うん、この辺で聞いたと。そう、この辺で聞いたけど、まあ、うん、私は天皇、うん、昭和天皇を燃やすのも見てないし、うんうん、まあ見てないから関係ないよねみたいなところで、うん、あ、メラメラって反応が湧いてくるんですけど、まあ、考え方はそれぞれあるもんねって収めたんですけど、うん、自分の感情を、うん、高須院長どうしましょうと。まあでもそういうとこだとは思いますけどね、結局露出されない、メディアで取り上げられない。そうなんですよね。のでこうどこか人事みたいなところじゃないですか。そうなんです、うん、これをどう、うん、うまく院長の勝利に持っていけるか、うん、で院長のツイッターを見ると、うん、成功法でいくって大将が言ってるんです、うんうんうん、成功法だけでいいのかと隊員は悩むわけですよ、うん、その最初の方の話に戻すと日勝利ですよ、はい、そうなんです。その右と左っていう対立では見せるのはあまり得策ではないと、うんうん、そう思います。思いますよね。なんかその政治思想の争いってちょっと怖いじゃないですか。そう、右にしても左にしても、そうなんですよね。そう、政治思想の戦いってちょっと怖い感じがするから、そこに参加しづらいみたいな。そうで、うん、まあ、その大村県知事リコールに反対する人たちは、うん、まあ、そういうやり方をしてくるわけです、うんうん、あ、反日を否定してるんでしょ、うん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 、表現の自由じゃん、うん、その天皇を燃やすとかっていうのは上げてこないんです、うんうんうん、なんであるとても頭のいい方が YouTube で上げていたのが、うん、いやこれは基本的人権の尊重、この憲法で歌われていることに抵触しているよっていうことに触れていくのがスマートなんじゃないかっていうのを見て、今その手法を撮りたいんですけど撮りたいけど、まあ、僕たちではみたいなところ、あ、まあ、僕たちができるのはこの動画ぐらいですよね。結局そのこの何て言うんだろう、うん、お年寄りの見ないメディアでしか訴えることができてない、うんうん、でもなんか女性に伝わるといいなと思うんですけどね、まあ、女性と若者じゃないですか。そうで、まあ、少ないんですよ、うんうん、少ないですよ見てくれてる方、うんうん、まあ、1日に300人ぐらい見てくれてる方の、うん、大体その比率的にこのチャンネル、うん、女性の方がちょっと多いんですよね。ちょっと多いので150人ぐらいの女性には届くといいなと思って、うんうん、まあ、でも愛知県だけじゃないですからね。あ、もちろん147分の1じゃないですか、そのまま終わると人口比率でいくと分かんないですけど。そうですね、うん、愛知県が今赤くなろうとしてるんじゃないかと、うん、今私は危惧してるわけですよ、うん、まあ、製造業も多いですしね、他の国に工場を置く製造業も多いでしょうし、うんうんうん、なかなかそのお金と、うん、要は向こうがやってくるのがそのお金の話じゃないですか。向こうがっていうのは他の国がやってくるのはお金と無知ですよね、うんうん、お金を与え、偉い人にお金を与えといて、うん、尖閣に来るわけじゃないですか、うんうんうん、尖閣は俺の領土やと、うん、文句があるんかいみたいなことを言ってくるわけですよね、うんうんうん、どうもね、この愛知県もなんかその国のね、他の国のつながってんじゃないか、つながってんじゃねえかと、うん、何かあったら高須院長助けてくれますかねすいません、なんか下手に宣伝したら叩かれましたってどうなんですかね、高須院長
YouTube 見てるんですかね。高須委員長に届くといいな。ツイッターですよ。あ、そうですね。うん、ただまあ、あの、憶測の部分も、だいぶ、多々あったんですけども、その、ツイッターとかの情報によると、まあ、医療ツーリズムっていうので、愛知県とかの国が、結構深いつながりがあるよ。うん、そこには、大村さんの影があるんじゃないのっていうのが、うん、僕はツイッターを見たのを言っただけです。まあ、そこの信憑性ですよね。まあ、どれぐらいつながってんのか。それは、まあ、虎ノ門ニュースでも挙げていたので、うんうん、何かあったら虎ノ門ニュースを見て反応するようにしますけども、うん、まあ、そういった声もある。そこに関しては虎ノ門ニュースに行ってください、はい、しツイッターにも載ってました、うん、こんな右往左往が今愛知県で、うん、愛知県で行われ繰り広げられています。それを多分愛知県民はほとんど知らない。あ、そう、知らない、みんな誰も知らないよっていうことを言いたかった動画でございます。そうそう、うんうん、なのでメディアですよ。多分メディアに全部コントロールされてるんじゃないかな、あのという、うん、途中経過でございます。はい、あのなるべく左と右の対立じゃなくて、うん、そう、あの、まあ、単純にイメージを、うん、なんか変えたいですよね。そう、なんかもっとシンプルに単純に伝えられるといいんじゃないかなって。こういうことをしていいのか。ああ、そうですね。そう、はい、この税金使ってこういうことをしていいのかっていうアピール、ただそれだけのアピールの方がいいんじゃないかなってと思いますけどね。普通の人は署名してしやすいですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録もどうぞお願いします。ありがとうございました。